は一度でも使うと来年になるかどうか。丸の方もいいですね。はい、お待ちください。正解は丸です。観音寺市の豊浜中学校で開かれた飛行防止教室には、1年生およそ50人が参加しました。香川県内の小中学校を対象に県警が開いているもので、少年事案を担当する警察官が、県内で去年、検挙・補導された中学生は91人に及び、前の年と比べ26人増加したことなどを話しました。また、大麻取締法違反で検挙される少年は全国で急増し、県内でも去年9人が検挙されていて、薬物所持などの犯罪は身の回りに潜んでいると生徒たちに注意を呼びかけました。軽い気持ちでやると犯罪になることがものがあるのが分かりました。やってはいけないと思うことをしっかりと断れるようにしたいです。SNS が身近なものになってきますと、あらゆる角度から、そういったものにものが近づいてくることも増えてくると思いますので、甘い言葉には必ず裏がある、いいことはないという思いを持って、これからの生活日々を過ごしてほしいと思います。また今日は SNS を通じた誹謗中傷や闇バイトなどの犯罪にも注意するよう呼びかけられました。